明治大学は1881年に創立されまして、2031年に創立150周年を迎えます。権利自由独立自治という建学の精神は清冽な地下水として脈々と今日まで受け継がれております。その建学の精神のもとに多様な個を磨き、自らの道を切り開いて前へと進んでいくことが明治大学のスピリットであります。広く社会に貢献する人材、人類の平和と繁栄のために貢献する人材を社会に送り出すということを明治大学の教職員は共有をしています。未来を見据えながら残すべきところを残し、変えるべきところは変えていく、それを見極めて大学の経営の中心を支えていくのはこれまでもそしてこれからも職員になっていくだろうと考えております。今や大学は個々の学生を育てていくということはもちろんでありますけれども、それに加えて世界の抱えている課題を学んでその解決に向かわせていく必要が出てきております。明治大学はそうした人類の課題解決に向けてその先頭を走ろうとしております。世界に開かれた大学、そして世界に発信する大学として未来に輝き続けてまいりたいと、そのように考えております。大学の経営を支え、そして日々の運営を司る中心となっているのが職員でありますので、自信と謙虚の間に自分を置いてその姿を心の鏡に映して、映った等身大の自分をさらに成長させていく、そういったセルフガバナンスと主体性を併せ持つ人材、これこそ財産の財の人材であろうかと思いますし、そういった姿を期待しているところでございます。明治大学は日本はもちろんでありますけれども、アジアのトップユニバーシティとして未来に輝き続けてまいりたいと考えておりますので、そうしたビジョンを共有し、共にその実現に向けて前へ進んでいただける方にぜひ明治大学の職員として活躍していただきたいと考えております。